くだらんことを言い残しているんだろう。大した才能もないのに剣士などなるからだ。愚かな息子だ、巨次郎は。人間の能力は生まれた時から決まってる。才能あるものはごく一部、あとは有象無象、何の価値もない散り役立て。体を大切にしてほしい。体を大切にしてほしい。キマジロー。